1830年の肖像画初代、オーモンド公爵、ジェームズ・ワンズフォード・バトラーは、アイルランド出身の政治家。庶民院議員を長年務め、1から2年ごとに提出された、カトリック解放法案にすべて賛成票を投じた。1790年代の肖像画第17代、オーモンド伯爵ジョン・バトラーと、スーザン・フランシス・エリザベス・ワンズフォードの息子として、 1774年7月15日にキルケニー城で生まれ、26日にキルケニーで洗礼を受けた。1783年から1790年までイートンカレッジで教育を受けた。1790年にコルネットとして景気兵第14連隊に入隊。1792年に中尉に 1793年に、大イに、1799年に、少佐に昇進した、あと、1802年に、軍務から引退した。1796年3月に、キルケニーシティ選挙区で、アイルランド庶民委員に選出されたが、一度も、登院しないまま同年5月28日に、アルスター復帰不動産管理官に任命され、6月を、もって、議員を退任した。 同年にキルケニーカウンティ選挙区で当選して、アイルランド庶民委員議員に復帰、1801年にアイルランド王国とグレートブリテン王国の合同により、連合王国議会が成立した時も、カウンティキルケニー選挙区の代表として、連合王国庶民委員議員を続投した。アイルランド庶民委員では1799年2月に合同法案に賛成票を投じたが、 1800年に反対票を投じた。連合王国庶民院では、折衝を対し、常時の名誉として行動したが、特定の内閣を支持することはなかった。投票記録では、選挙法改正に反対、カトリック解放には毎年のように賛成した。庶民院議員を長年務めたにもかかわらず、 最初の演説の記録は、議員就任から20年近く経過した1818 18年5月であり、その内容はアイルランドにおける窓税に反対するものだった。1806年に、キルケニー民兵隊の副隊長に任命され、1820年に隊長に昇進し、移行支去まで務めた。また、 1808年から1809年までと1814年から1815年までの二度に、渡って、キルケニー市長を務めた。1820年8月10日に、アニ・ウォルターが死去すると、オーモ門ド伯爵くらいと毎年2万ポンド以上の収入が得られる領地を継承した。1821年大冠式記念序勲において、 1821年7月17日に、連合王国貴族であるモンマスシャーにおけるスランソニーのバトラー男爵に除され、直後の7月19日に、聖パトリック勲章を授与された。1825年10月5日に、アイルランド貴族であるオーモンド公爵に除された。貴族院では恩天派トーリー島に属し、1832年に、 1> 第1回選挙法改正に賛成票を投じた。1822年4月20日に、レンスター海軍次官に任命され、以降1831年8月22日と1837年12月29日に、再任され、死去まで務めた。1831年10月7日に、キルケニー党官に任命され、こちらも死去まで務めた。 風をこじらせた結果、1838年5月18日に、ダブリンで死去、息子ジョンが借位を継承した。1807年10月12日、グレースルイーザ・ステープルスと結婚、五男五女を設けた。ありがとうございます。